はい、どうも皆さんこんばんは。ということで、今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、激ゆる動画ですね。今日撮って今日出す動画になります。ということで、今日ねちょっとね、ハムスターの部屋をみんな全員掃除したんですよ。なので、もうその時の綺麗になった映像と、あとね、ちょっと気になったことがあるんですよ。それをね、お伝えしようかなと思うんですけども、早速これですね、この映像なんですけど、グラスハーモニーさんって、僕が今掃除しているこの部分がね、すべてフラットにできてるんですよ。これね、伝わるかな。普通のハウスって、今掃除してた部分に実は突起物があるんですよね。突起のようなもの、上と下のハウスをしっかりと、結合した時に組み合わせがガチッてはまるように突起があるんですよね。そう、実はグラスハーモニーさんはそれがねないんですよ。これね、伝わるかな。掃除をする時にティッシュペーパーに、スプレーで水分を含ませて、この部分、さっき掃除してた部分を拭く時に突起があったりすると、ティッシュこぼれが起きるんですよね。突起にティッシュが引っかかって破けるっていうのかな、なんかその突起部分にとっかかってカスが下に落ちたりとかするんですよね。それがグラスハーモニーさんはないので、ものすごいストレスフリーなんですよね。これね、伝わるかな。同じこと思ってらっしゃる方いるんじゃないかなと思うんですけど、僕の気にしすぎなのかもしれないですそう、だからでもかといって、まあ、グラスハーモニーさんはこのハウスの作りでここをフラットにするっていうことができてますけど、本来だったらその時って必要なものなんですよね。だからまあ、まあ言ってもその突起があるからって、まあ、ちょっとカスがたまに出たりするぐらいで、ハムスターに怪我をさせるとかそういうことはないので、だからまあ、それも必要なことなんですけど、僕はね、ここがすごく嬉しかったんですよね。そう、掃除が本当にしやすいっていう。まあ、生き物を飼ってると何が一番大事かって、上がってくるポイントとしてはやっぱり、まあ、ご飯とかもそうですけど、掃除ってものすごく大事なことだし、ものすごく頻度が多く飼い主さんが、やるべきことなんですよ。だからこういう本当に些細な、もう小さなことなんですけど、掃除のしやすさっていうのがね、嬉しいなっていうふうに思いましたね。はい、はい、ということで、これが僕の今日の気になったことでしたね。一個一個ね、一日一日こういう気になったことが増えてったりとかするのって、まあいいことだと思うので、良かったなと思います。さあ。オッティから来て、きなこ来て、もっちゃん来てますね。映像はね。さあ、もうこれよ。もっちゃんも。もうこのアーチバシがもう、もうもしゃもさになってますからね。散々かじったんでしょうね。で、きなこももう一輪車がもうこのような状態になっているので、これはね、本当にコストパフォーマンスのいいおもちゃだと思いますね。だってこれだけもう見ただけでわかるじゃないですか。たくさん遊んだんだなっていう背景が。そう。で、コストは100円じゃないですか。ダイソーさんのものって。で、しかも一輪車の、木材とかもちゃんとその小動物のことを考えられた木材とかが使われてるんでね。ポプラの木とかさ、そう、それこそ刺激の少ない木とかが使われてるので、まあ中には針葉樹もあったりとかするけどね。だから非常に、いい商品だなって僕は思いましたんで。さあ、もっちゃん、これかわいい。このハウス買った時って、実は、これもしたかったんですよね。福くんのウェーブハウスだと
右側にね、寝れるスペースがあるので、だけどこのハウスは広いスペースがあるのにもかかわらず、こうやって正面で顔を出して寝てくれるっていうね、これが撮影したかったんですよ。うん、裏テーマです。このハウス買った時の、言ったことあったっけ、あったかもしれないですけどもそうなんですよ。いや、非常に可愛い映像を届けられて嬉しいです。さあ続いてあんこさんですね。あんこさんはハウスも掃除したんですけど、ダイソーさんの商品とヘチマをちょっと陳列してみましたね。どの商品を選んでくれるのかっていうね。そうなんですよ。今日はなんだろうね、なんかほのぼのしすぎてる動画ですねまあいつも基本的にはなんか本当にね、僕が楽しく、おしゃべりして、こんな商品なんだよとか、こんな子なんだよみたいな動画になるので、そうだね、平和なチャンネルとして楽しんでもらえたら嬉しいなと思うんですけども、さあ一輪車、シートボール、ハウスですね。ハウスだったね。切り株を選びましたね。この切り株ほんと可愛いですよね。これいくらだったっけな、400円とか500円とか、まあ1000円はしないんですよ。だからね、安いし可愛いしいいですよね。あ、一輪車かじってくれてますね。可愛い。ヘチマの匂い嗅いでないね、今な。嗅いだかな。今日実はね、ご飯あげてるところも撮ったんですよ。近々出そうかな。それもすごい可愛かったんですけど、さすがにそれをつなげちゃうとね、時間がすごい長いことになってしまうので、ちょっとね、まあそれはやめたんですけど、ご飯食べてるだけでなんでこんな可愛いのかなと思うぐらいね、可愛かったんですよねあと袋モモンガの撮影もしてね、すごい今日はたくさん頑張りましたね。はい、ということで本日も動画最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。